こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今回は私の旅行記をご覧いただきたいと思います、えー。インドネシアのバリ島に行ってきました。インドネシアはイスラム教の国と言われていますが、バリ島だけはバリヒンドゥー教という別の宗教になっております。そのため、独自の文化が体験できます。はい。 早速写真で見てみましょう <coughs> はいこんな感じのレストランですねこれはあの向こうのお寺も含めてレストランのようです <coughs> レストランはオブジェみたいですねあレストランじゃないお寺はオブジェとして使われてるみたいですねはいこんなレストランでランチを食べましたはい 1>, 1日目はですね、ただ止まるだけ、もう夜についてただ止まるだけだったんで、まあ、これは2日目ということになります。はい。で、えー、夜はですね、こうやって、あの、実際の王宮だった場所で、えー、ガムランの演奏に乗って、踊り子さんが踊りをするという、そういう催しにも感激しました。はい。 はいこれはレストランですねはいレストランです美味し,しかったですバリーの料理を食べましたはいレストランから見た月ですはいはいこれはホテルの、えー、ホテルまあ、ホテルですねホテルの部屋からの様子ですはい、えー、まあ一つ一つ部屋がある あの家,家があって、2階建ての家があって、1階と2階でお客さんが分かれているので、まあ、家丸ごとを借りてるわけではないんですけれども、まあ、かなりデラックスルームって感じでしたね。はい、もう1階、そのフロアは我々しかいないという感じですね。だからもう家のドアを開けるような感じでねあの、玄関のドアを開けるようなところでした。はいはい、でこれが そのホテルのお庭です。ホテルのお庭、こんな感じなんです。ホテルはですね、実はですね、あの、美術館が運営しているホテルなんです美術。美術館の敷地の隣の敷地にあります。なのでですね、いろんな美術品が置いてありました。はい。あの、ホテル、自分の部屋の中にも。はい。はい。こんな感じで、ライスフィールドがあったり、牛があったりと、そういう感じの。 これがホテルのお庭です。はい。そうですね。ホテルのお庭です。これは何を食べたのかな忘れました。はい。はい。で、こっちははですね、えー、また別の、えー、王宮ですね。元王宮ですね。ここではケチャをやっていたのかな確か。はい。ケチャ。ケチャ、ケチャ、ケチャっていうやつですね。はい。 はい。これはですね、昔のお家が残っていて、そのお家の様子です。昔はこんな生活をしていたんですよっていうのが、まあ、残って展示されています。はい。その村がこんな感じです。昔のバリ島の村はこんな感じだったそうです。はい。これはですね、 ホテルの裏にあるレストランですね。はい。ここで、あの、こういうドリンクを飲みました。甘くて美味しかったです。はい。雰囲気も良くてね。はい。良かったですね。はい。はい。これが、そのホテルの我々の泊まっていた玄関、あ泊まっていた部屋の玄関です。こうやってもう、1階が丸ごと自分たちの、まあ、お部屋なんですよね。はい。いいでしょ外にもテーブルと椅子があってね。 玄関も豪華ですよね。はい。はい。こんなベッドです。はい。バリトって感じですよね。はい。はい。これはテラスですね。テラスもあるんですよ。いいですよね。はい。ここでお話ししたりしましたね。はい。はい。これはですね、あの、お風呂に入るための置き換え部屋です。 着替え部屋にこんなものがあって、あと、お風呂から上がった後ここで湯覚ましをするためのベッドです、これは。そうなんですよ。これ、ちゃんと足が伸ばせるんですよ。面白いでしょ湯覚まし用のベッドがあるなんて、やっぱ、バりと赤道直下ぐらいにあるんでね、やっぱ、常夏なんで、こういうのがあるんでしょうね。いや、豪華なホテルだなと思いましたよ、本当こんなベッド、普通ないですよね。<laughs> <laughs> はい、そしてベッド、こんな感じです。はい、バラの花束が置いてあったりしました。はい、ベッドもなかなかね、大理石でね、本当に贅沢な作りだなと思いますね。美術館が運営しているということでね、あの安い作りにはしないぞっていうなね、そういう意気込みが感じられますね、はい。はい、これは別のレストランです。これはですね、まあ、 演劇とかを見た後の、見るところの近くにある。まあ、一番繁華街。バリ島のウブドという村の繁華街にあるレストランです。ここで食べた料理が一番美味しかったですね。はい。はい、またホテルに戻ってきました。はい。はい。あ、これでおしまいですね。はい。他にもね、ライスフィールド見に行ったりとかね、お山を見に行ったりとかね、いろいろしたんですけどね。はい。 ちょっと今回の写真には入れてないですね。あの、いいショットだけを集めてるんでね。はい。こんな感じでした。はい。バリ島、本当にいいところですよ。たまにテロがありますけどね。はい。もう今はね、なんか大手のホテルが進出してきちゃってね、なんか違う感じになってきてる嫌いがありますけどね。サミットとかも行うようになっちゃったんでね。はい。だから、それは、あの、けど南の方なんで、はい。あの、中部。 ど真ん中にはウブドという先ほど見たような古い感じの,あの自然な感じの村がありますんでその村にそんなブルガリのホテルなんて建てないでしょうから、はい、あそこでもともとのバリを楽しむのが楽しいかなと思います、はい、もちろんサーフィンをしに行くのもいいでしょうはいいろんな楽しみ方ができますんでバリとおすすめですぜひ 行ってない方は行ってみてください。私ね、また行きたいなと思うところの一つなんですよね、実は。はい。けど、いつも違うところに行っちゃうんですよね。行ったことないところに行っちゃうんですよね、これがまたね。しょうがないなもう好奇心旺盛だから。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。